大家好、教えて台湾のココです。还有太可爱了，不认真工作，你可以正面介绍他，他是第一路啊。皆さん、台湾のお土産といったら何を思い浮かべますか？そう、パイナップルケーキですよね。実はパイナップルケーキってパイナップル以外の味もあるって知ってましたか？いっぱいパイナップルケーキって実は種類があるんです。ということで今日はダダーン、パイナップルケーキを買ってきました。台湾のパイナップルケーキで有名なお店っていっぱいあるんですけど、そのうちの一つがジャートっていうお店なんですよ。ジャートのお店にあった全種類のパイナップルケーキを食べ比べしていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。それではレッツゴー。パイナップルケーキ7種類食べていきたいと思います。まず1個目、この王道のやつから。断面はこんな感じになってます。結構ぎっしり詰まってますね、上まで。いただきます。おお、チャンスもある。おお、こんなお母さん、うん、うん、うまい。これ外側がサクサクです。身がね、ちょっと大きめのが入ってて、すごく甘くて美味しいです。次はこのダンファン、卵黄が入ってるものを食べていきます。中身はこんな感じ、わかりますか？このちょっとパイナップルのあんと卵黄もね入ってる。うまっ。私実はこれがめっちゃ好きなんですよ、卵黄入りは。卵黄がねちょっとしょっぱいんですよ。それとパイナップルケーキのあんがいい感じに混ざってて、しょっぱいの好きな人はこれ好きだと思う。次は初めて食べます、プラムパイナップルケーキ。あ、ほんのりね梅の香りがする。じゃあこれもいただきます。食感がしっとり柔らかい感じになってました。梅干し入ったことによって甘さがちょっと軽減されて、なんか飽きが来ない味でした。何個でも食べれそうな感じ、さっぱりとしてます。であと夏にいいかもね、梅。夏って食欲落ちやすいじゃないですか。でもこれは夏でもね、どん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 食欲が湧いてきそうな感じの味でした。次はクランベリー味を食べてみます。すいません、さっき断面見せ忘れちゃった。こんな感じです。なんとね、中はジャムじゃなくて、ちゃんと、わかりますかね、果実がね、ちゃんと一粒一粒入ってました。しかもパイナップルのあんも入ってます。プラムと同じで酸っぱさもあってマイルドな味にすごくなっていました。食べれば食べるほどどんどん食欲が湧いてくるような、そんな味でした。次はくるみ味、断面はこんな感じです。くるみがちゃんとぎっしり詰まってます。いただきます。コリコリとした食感がすごくね、今までの他のパイナップルケーキとは違っててね、美味しいです。しかも外側もね、なんか違うんだよ、わかるか。なんか外側も玄米っぽいのが使われてんのかな。なんかダイエット中だけどパイナップルケーキ食べたいみたいな人にちょうどいいかも。しかもちゃんとね、甘さがあるから美味しい。これもパイナップルあんがくるみと一緒に入ってる。次はメロン味、メロン味がね一番不安。断面はこんな感じです。メロンはどんな味するか。あ、いよいよ普通のパイナップルケーキと同じ感じ。いただきます。超メロンだ。今までの中で一番素材の味が強い。これメロン好き絶対これ買った方がいい。ちゃんとメロンの味する。甘さはノーマルなパイナップルケーキと同じぐらいの甘さ。このパイナップルケーキはね、パイナップルの主張は弱めなんですけど、メロンはもうメロンですって感じの主張してくるんで、
絶対メロン好きは食べてみてほしい。なんちゃうケーキを食べます。断面はこんな感じ。食べてみます。なんちゃうはですね、日本語で検索してみたんですけど、なんか夏目を乾燥させたもので漢方によく使われるものだそうです。香りはね、やっぱりね、漢方っぽいちょっと独特な香りがします。ちょっとスモーキーな味なんですよ。独特な味がして甘いんですけど、ちょっとねびっくりするかもしれない日本人の方はちょっと口に合うかなって感じなんですけど、まあ、チャレンジしてみたい人はぜひ食べてみてください。ちょっと私はあんまり好きな味じゃなかったです。今パイナップルケーキ7種類食べ比べしてみました。やっぱこの2つは安定に美味しいんですよ。他のねパイナップルケーキ屋さんとかでも卵黄だったら結構売られてる。でこれはまあメジャーなんで定番で美味しいです。意外と美味しいなってびっくりしたのが、私クルミかな。サクサクっとした食感がたまらないのと、健康で甘さ控えめだけどちゃんとねバランスが良かった。パイナップルはもう少し入ってるから味がしっかりとしてました。で梅もね意外とびっくりした。梅とパイナップルケーキ合うのって思ったんですけどね、絶妙なマッチ度で美味しかったです。今カメラの向こう側でねもう一人一緒に食べてる人がいるんですけど、その人が好きなのはこの卵黄パイナップルケーキだそうです。私が一番好きなのどれだろうな。前まで卵黄だったんですよ。私もしょっぱいの食べたい時は絶対これ、しょっぱい味があるのはこれだけなんでこれなんですけど、甘い中だったら梅かも。これ意外と美味しかった。甘さと酸っぱさの絶妙なマッチ度がちょうど良かったです。はい、ぜひ皆さん気になったのあったら買ってみてください。いつもねパイナップルケーキと卵黄パイナップルケーキぐらいしか買ってこなかったので、今回はいろいろ新しい味を試せて良かったです。皆さんもお土産を買うときはぜひねこのチャートのパイナップルケーキ、もし近くに寄ることがあったら買ってみてほしいなと思います。本当にずっとねいつ見てもお店の前見ても行列ができてるぐらい、地元の台湾人もすごいみんなこぞって買いに行くところなんですよ。駅で言うと南京三民站っていうところが最寄り駅です。気になった方はぜひこちらでパイナップルケーキ、そしてパイナップルケーキ以外にもね美味しいお菓子がすごいたくさんあったので、ぜひ立ち寄ってみてください。この動画がいいと思った方、パイナップルケーキ美味しそうって思った方、ぜひ高評価お願いします。以上ココとミルでした。バイバーイもう暗いよバイバーイ。